そして瓦礫の撤去など復旧作業が続く中、保育園再開です。珠洲市の椿保育園にも元気な声が響きました。震度6強の地震から3日、再開した保育園には続々と園児たちが登園しています。生後10ヶ月から5歳までおよそ180人の園児を受け入れている椿保育園。ゴールデンウィークが明けて保育園には子どもたちの元気な声が戻ってきました。園によると病欠などを除きおよそ160人の園児が登園したということです。まあ、子どももちょっと音とかで敏感になってるんですけど、そこはもうみんなで頑張るしかないかなと思ってます。不安は全く消えないので、はい、何かあればすぐ駆けつけたい気持ちはありますね。はい、音とかにも敏感だったり、なかなかこう長く続く子もいたので、また、はい、そういうところはしっかり保護者の方と一緒に見ていきたいなと思います。被災した園児の中には音に敏感になるなどさまざまな症状が出ている子どももいて、園では保護者と協力して子どもたちの心のケアにも努めたいとしています。